謎解きホラーアドベンチャーのフリーゲーム。皆さんこういうの好きでしょう。どうもこんばんは、水野エルです。そして今日やるゲームはエルの死神、まあエル同士というところでね、もしかしたら三神刀ぐらいかもしれないですね、その死神。ニューゲーム待って。エルっていうのは、まあ、もしかしたらあのタイトルの女の子とかそういうぐらいの距離感なのかな。待って、あ、寝てますね。北側が、マップの上側が北であれば、北枕。ここはどこ？可愛いでしょ、女の子。スクショのこの女の子が可愛いから、あ、やろって思いました。最近ね、こういうフリーゲームやってなかったんですけれど、いかにもな、こういうホラーって感じの。たまにはやろうかなと。なんかいろんなところ調べられるな。ポケットモンスターの主人公の家ぐらい調べるものがあるな。ちょっとちゃんと見てくわ。まず書き置き、みんな待ってるよ。ん？あ、なんか、急に怪しくなってきたね。なんか、やなりが聞こえてくる。あれ？もうちょっとちゃんと見ときゃよかった。あ、なんかこの辺を漁ってからやっとここから脱出できるとかそういう感じか思ったら、やだね、起きてなんか知らん書き置きあったら。一人暮らしとかかな。うん、これとかも大事なんかな。さっきチラッと見た。これ何かに名前を知られてはならない。その場合服従しなければならない。名前を知られちゃいけない何かに服従するとも限らないんだ。死神のから出るためには他者の、なんかところどころ透けちゃってるのかな。うん。死神の、揚げたての唐揚げを授かれるためには、他者の、むくろを、読んでて思ったけど絶対違うな。オルゴール、ゼンマイはない。サラコップ。パンを踏んだ娘、白雪姫。なんか本棚多いな、ここの人。なんか、あれだね、書斎、上っ側書斎ぐらい。ちょっと待って、地味にこの一マスに通れない。あれ？ひたりと赤い足跡。デッドバイデイライトみたいな。あ、なんか、やだなぁ、なんかこの画面の端っこが暗くて見えない、ちょっとホラーな雰囲気だし。廊下でか。あ、黒猫さんですね。喋ると思った。こういうゲームの猫絶対喋るんですよ。お腹空いてな。ねえ、君に頼みがあるんだけどさ。あー、食べ物わかった。死神の唐揚げだな。僕は大勢でワイワイは苦手だからさ、入りたくないのさ。じゃあ今から持ってきてほしいものを言うからね。たくさん人がいる食堂とかに食べ物があるっていうことか。踏んだ娘は地獄に落ちた。パンじゃね？食べた娘は生き絶えた。ん？唐揚げじゃね？お腹が空きすぎて君を食べちゃいそうなんだから。頼まれたんですけど、そんなに切羽詰まってるんだったら、ちゃんと教えてほしい。おっと、そうだ。よもつへぐい、なんだそれ。よもつ、日本系の妖怪とか、どっちでもいいけど。この子に食べさせたらどかしてくれてこの扉が開くのかと思ってたんだけど、そういうわけじゃないんですね。シフトを押しながらでダッシュです。ちょっと他のところも見たい。扉がある。切り落とされた罪を持ってこい。このね、このタイプ。このマップのさ、こっち側扉わかるんだけど、ここわかりづらいんだよね。これちゃんと扉ですからね。ここは鍵が開かないやつ。ここも人間には開けられない。じゃあ猫が開けてくれんのか。じゃあ、差し当たってこっちに行けばいいのかな。ちょっと待って。高速でクリックしてしまった。あなたを殺していいですか？はい、家だったらどうしよう。青鬼だったらホラーの部分。え？ちょっと待って。あ、やば。このピアノクリックするだけじゃなくて、隣に立つだけで音が鳴る。
すごいアクティブなんだね。あ、で、本当に食堂、あんまり人いないよ。1、2、3。3人いるね、人が。うん。あ、窓から見てる人たちもいるね。まあ、小ボケはこの辺にして、こういうのも調べても、まあ、特にないかな。まあ、あからさまにこの人に話しかけたらいいんだろうな。ようこそ、エール。男の子か。とりあえず座ってよ。あ、トイメンに座りましたね。さて、改めて、ようこそ、エール。なんか、かっこいい曲、かっこいい曲始まったぞ。カンタレラみたいな曲始まった。あ、てか、それホンテッドマンションのような人がたくさんいるね。今日は来てくれて嬉しいよ。その左上の女気になります。さあ、お腹が空いてるんじゃないかな。何でも好きなものを食べ。え、なんか、この人が書き置き出してくれたんかな。ちょっとエルもなんで、どういうあれでここにいるのかよくわかんないし、何にも喋ってくんなくなっちゃったから。確かにお腹は空いたけど、どういう気持ちで今座ってるんだろう。あ、セーブとかするよかった。いや、食べちまおうぜ。食べる。これで僕たちの仲間だね。なんか絶対違う気がするんだよ。あれ早くない？ちょっと待って。いろいろ早かった。僕たちの仲間だね。からの何かで、あ、こういう理由なんですね。ゲームオーバーではなく、速攻ゲームオーバーでした。そして、ゲームオーバーって映ってからのタイトルへ戻るのも早い。俺でなきゃ見逃しちゃうね。当然セーブしていないので最初からやりまーす。戻ってきたんですけど、さっき言ってた猫の二つ目、食べた娘は地獄へ落ちたみたいな、そういうことだったのかな。名前を教えてとかなのかな。名前を教える動向っていうの、名前を知られたらこうなるみたいな、ねえ、本棚にありましたよね。これ名前を教えてくれる代わりに、君の名前は何だいって聞かれてゲームオーバーみたいな。あ、でももう L っていうのはバレてんのか。ちょっと聞いてみようかな。あ、名前はとても大事なものだから教えられない。死ぬんだきっと。そんなことより冷める前に食べておくれよ。なんかハンバーグが人数分用意されてるけど。じゃあ食べない。食べないって言ったら言ったでちょっと失礼なんじゃないの？一体どうしたんだい？少しでも食べてごらんよ。殺しにかかってるんだよな、この人きっと。食べない。あ、じゃあこれで持って帰る。どうですか？なんかにっこりしてるけど。まあ何でも好きなものを持っていったらいいよ。え？好きなもの、あ、このピアノが一番高そうだな。ピアノを、あ、お前を持って帰りたい。いけず。このなんか竜宮の使いみたいな女気になるんだけど。はじめましてエル。後で一緒に遊びましょう。あ、いいじゃん、かわいい。ドンパッチが五条悟みたいな感じのね、指でクイッと目隠し取るやつ、あの遊びできるじゃん。食べないなら君の分もらっていいよね。牛乳じゃないんだからさ。あいつまためんどくさがってるな。俺も人間だった時期があったな。こうなっちゃうんだ、食べたらきっと。一人空席ですね。とりあえずパン、ちょっと待てよ。パンを踏んだらどうこうみたいな。じゃ、パンじゃダメとかだったりする。メロン、ブドウ。あ、ちょっと、あ、急いでメロン取っちゃった。え？あ、一個つしか持てない感じかな。あ、でももう持った戻すっていうのが。ちょっと待って、メロンかブドウかなんて多分聞いてないぞ。一回セーブしてさ、僕の考え、本棚にあったパンを踏んだ娘と、あとなんかパンがどうこうみたいなヒント、気になるんですよね。パンちょっと持ってってみようか。あ、うっかり踏んじゃったみたいなさ。僕の食べたいの持ってきてくれなかったのか。まあ、いっか、あ、でもお腹すいたな。なんかさ、もう、
ごめん、猫飼ったことないから猫にパンあげちゃいけないとか、あんのかもしんねえけどよ。玉ねぎパンが知らんけど。もうちょっと我慢してくれないか。頼む。エルちゃんも、猫の胃袋に入るほど、体、ちっちゃくないからさ、そもそも。食べて死なないぐらいの食べ方してほしかった。ちょっと待って、なんて言ってたっけ。まあでも三択のうちの一つが絞られてしまったわけだ。まあ、メロンかブドウで言ったら、メロンでしょ。ほら、メロン好き？あれ？ブドウを持ってきました。今度はリンゴ持ってきたぞ。あっちのバスケット結構たくさん入ってたからさ。リンゴ、バナナ、マスカットあったかな。あ、また3択増えたなって思ったんですけど。白雪姫あったから。じゃあ今度はリンゴを持ってきてくれたんだ。あの本棚、こいつの趣味なのかな。いやいや、ありがとうね。君は何か食べた？いや、食べてない。食べたら死ぬんだもん。まあここの食べ物は食べない方がいいよ。そうそう、これ落ちてたから君にあげる。綺麗な鍵をもらった。じゃあね。いいね、なんかでもこのホラーって言っても、おどろおどろしい感じじゃない。綺麗な内装に綺麗な鍵。優しい先輩に整った環境。ムカつくような。戻れなくなっちゃった。どこだ？人間に開けられないのはここだよな。猫は開けてくれなかったな。こっちだな。あ、ちょっと待って、なんか落ちてるぞ。綺麗な鍵使う前にこれ気になる。これ何？判定なし。よいしょ。じゃあ、押す、入ります。あからさまに光っているな。なんか怖いんですけど、曲が。何？鏡見たらビビってる。中に誰かいる？隠れて！え？あ、鏡の中の誰かが、なんか言ってくれたんだ。急いで、右側であからさまに光ってる、それも気になってるんですけど。ここでしょうよ。竹市場。あ、お前か。あ、なんか入っちゃいけないとこだった。悪いけど、もう少しここにいてもらおうかな。鏡の中になんか幽閉してるんだ。失敗パターンも見とけよかったかな。どうもありがとうね。割ってみる？何か丈夫なもの？え？え、絶対ダメでしょ。助けてくれたじゃん。ちょっと、うわ、したくねえ。こいつなんで割るとか考えてんの？あ、なんかチョコエッグみたいなもんだと思ってる、もしかして。割ったらなんか出てくるかな、みたいな。あ、なんかすごい。時計の音が鳴るよ。暗くて読めない。この辺のものは読めない。あれ？椅子どかせんな。しょ。ってことは、これ、手が届かない場所だな。出た出た。これ系の謎謎。これね、秘伝マシン、怪力使ってますよ。これで、これで、ちょっと待ってくれ。いざどうすればいいんだ。これ、ん？合ってるはずなんだ。限りなく合ってるはずなんですけど。あ、しかもなんか、ハーフずれた。どうしよう。え？参ったな。これどういう扱いなんだ。ワンチャン、この女、この椅子で鏡を割ろうとかしでかさねえかな。うわ、そっち用だよ、この椅子。マジか。よくねえと思うんだけど。もう、Gルート直行じゃないの。重たい！えい！やっちった。あれ？あ、でも中からなんか出てきたよ。鏡の中に幽閉されてるって、いや、助かったんだ。あ、そういう物理的なものなの？
鏡が割れたら中の人もギャー割れちゃったみたいな、じゃないんだ。あなたのおかげで助かりました。ありがとうエル。嫌だったら嫌だって言ってよかったんだよ。すっげー無理やりやっちゃったから。あ、じゃあこの子と一緒に肩車するみたいな取り方したり、あと明るくなったからショルスをリなんかさ、もうちょっと綺麗に書いてほしかったな。みんなしてさ、ルスとのムーは魔の年42に命の、42歳のなんか誰かの話とか、ここの家主とかかな。で、結局この辺は言語がわけわからん。あ、その辺触んない方がいいよ。あ、ちょっとそこ割れてるから、触んないで触んないで、俺やるから。店員さん、店員さん、チリ取り持ってきて。あ、この辺も読めるんですね。名前を知られてはいけない。すごい気になるな。我々は、なんかさっきのご飯くれた人は何かしらの種族だったりするのかな。マナを知られてはいけないみたいな、よくね、あったりしますからね。ごめんね、待たせて。こっから出ましょう。ここが恐ろしい場所なのはあなたの見てきた通りです。さっきは助けてくれたけど、誰なんだろう、この人は名前を教えてくれる。どうなんだろうな、ちょっとわかんないよね、どういう関係性か。逆に言うと、名前を教えてくれて何も起こらないんであれば、この人は信頼できるのかもね。教えて。あ、すいません、名乗っていませんでしたね。僕はエミルと言います。あ、じゃあ大丈夫かな。エルとエミル、なんか似たような名前の子たちだね。これなんかこうエンド条件に関わったりするのかな。どうする、これでさ、最後の方脱出するぞっていうところで、あ、なんてこった、僕は名前を知られてしまった、ギャー死にますとか言われたら嫌だな。まあ一緒に行くっきゃないでしょう。で、二人初めての共同作業、肩車だよ。ただ単に背が高い子。バラの鍵を手に入れた。これは僕が持ってますね。はい、あ、なになに？なにこれ？ボンボン言ってるけど。あ。いや、ちょっと待って、入れないわ。鏡に閉じ込められるとは不覚でした。いいんだよね、このまま進んで。そっちは危ない。契約書ですね。あ、もしかしてこの人読める感じ？24年間使える代わりに魂を奪う。24年間24年間使える代わりに、ああ、じゃああれか。死神的な、死神が24年間、なんとも言えない、2週分くらいの時間ですね。使えてくれるけど、その代わり、まあ、なんかデスノートみたいなね。あ、人間の言語ではない。魂を奪ってしまうみたい。俺何も考えずにクリックしちゃった。いけないことしてるよね、多分。バラの鍵。本物のバラにしか見えない鍵。あ、手当たり次第刺しちゃったんだけど。これが正解だったってことか。まあおそらくああいうのって、4本全部に刺そうねとかじゃなくて、どれかに正解があるんだと思うんだけど、絶対やらかしたよな。血が出ながら、あいーって言われるのは絶対に良くないと思う。てか、エルちゃんもさ、一回やったらなんか思うよ。あ、いけないんだみたいな感じで、じゃあもう刺さないみたいなさ。レビィ様は赤いバラがお好き。痛い。レビィ様は赤い、なに？ん？右側の人どうしたの？ロキソニンかなんかいる？エルちゃんロキソニン持ってないかな？まだ若そうだけど。
ああ、ようやく塗り終わったぞ。もうレヴィ様のわがままには困ったもんさ。なんか明らかにステージが、ちょっと待って。もうウディタの、セーブデータ20個ぐらいだよな、多分。やっぱりそうだ。20個使い尽くしそうだな、もう。このセーブ癖よ。まあなんか今度は、なんでしょうね。不思議の国のアリス的な世界観なのかな。赤いワニ。持ってく？もうワインで痛みを。お？赤いワイン持ってったら痛いって言わなくなった、この人。ちょっとわかんない。あ、ごめんなさい。速攻でメッセージウィンドウを閉じちゃった。なんて書いてあったんだろう。あー、なるほど。なるほどね。白いバラを赤いワインを注ぐことによって赤色にして、レヴィ様好みの色合いに。ワッキビン。うわぁ！え？そんなことしてない。お？何さ。え？エールちゃんダメだよ。なんか塗り終わったとか、これ頑張って綺麗に装飾したんでしょ、みんな。この人たち。ごめん、仕事増やしちゃったかもしんない、俺。え、大丈夫かな？痛いって何だったの、さっきのこれ。え？うわ！は？あ、仕事増やしちゃう。ごめん。参考書。ん？また赤白のバラがある。なんか、すごいね。血みどろになってきたね。あ、この赤い液体を空き瓶ですくって、そして左のバラに、ではないんでしょうね。いやー、明らかにあのドア開けるべきじゃないじゃん。もうこの半魚人は、レヴィ様は赤い色がお好き。知ってる。あの、散々聞かされた。殴るやめておく。やめとけよ。割るとか殴るとか、バラに鍵刺すとか。エルちゃん、俺これエルちゃんさ、たまにあるんだよ、フリーホラーゲームとかで。実はエルちゃんが世界の破壊者みたいなね。実はね。お前黒幕側じゃないか？とりあえず鍵開かないんでしょ、これ。じゃあ殴るしかないじゃん。ボン！瓶が割れてしまった。空き瓶で殴ったの、しかも。ラピュタの最初のシータがムスカを殴るところみたいな感じで、割れた瓶を手に入れた。悪趣味なことをさせますね。いや、やれとは言われてねえよ。お前もなんか、すっと受け入れてるけど、これ、エルちゃんがただ単に強行してるだけな気がするんだけど。殴れみたいな、メイドインワリオみたいな指示出てなかったけどね。割れた瓶を持っている。え？もすもす。赤いバラが咲いた。いやさ、本当にいいのかな？本当にいいのか？てか、そういう仕掛けで開くこの鍵も鍵だよ。いない？あ、いなくなっちゃった。ええー。やだな、あんまり一人にしてほしくない。あ、いいな。部屋の中に芝が生えてるっていいだろうね。こうなんか、安らぎ。なんか、人手がいたりする。ちょこちょこ砂浜。部屋の中の砂浜はちょっと管理できねえな。大人でね、日本好きの人が枯山水をお家の中にみたいな。なんか3メートルの宇宙人とか、ギロチンとかあるんだけど。これさっきの人じゃん。あら、待ってたのよ、エル。お前好き。多分可愛い。あなただけに来て欲しかったの。私に一緒に遊んでくれる友達が欲しかったの。私たちとっても仲良く。好きになっちゃう。いいの？何して遊ぼうかしら。どうしようかな。何しようかな。Google Earth 一緒に見る。Google Earth、あなたが考えてみて。
左右見たけど、まずこのギロチンごっこはありえないと思うんですけど。あら素敵。おままごとする？いや。え？ちょっと待ってね。いや、するけど、してみるけどさ。これは？人形遊び、あ、これ人形遊びなんだ。でかくね？あ、ちょっと待って。なんか、家を押したら急にセーブ画面が出てきたんだけど、これはどういう仕様だ？あ、もう全然決まらないじゃない。じゃあ私が決めるわ。そうね。赤いんですけど、追いかけっこしましょう。早っ早っ豪気の長飛、捕まえた。永遠に遊びましょう。鬼ごっこのペナ強くない？わかった。じゃあ、選ぶよ。間違えてニューゲームを押しましたわ。なんかでもさ、選ぶのはいいんだけどさ、二通り。どっちもちげえと思うんだよな。なんか、セーブ出たじゃん。これから鬼ごっこですよって感じすげえすんの。まあ、明らかにダメな方からやろうか。おままごとっていうのはマリー・アントワネットごっこのこと言ってんの？じゃあ切るわね。いや、待ってくれ。待ってくれ。わざわざ模様替えまでして。いやさぁ。見えすいた罠に飛び込んだわけですけど。もうちょっとなんかこう、ねえ。っていうか、エルちゃん画がないなぁ。おかしいと思うよね、普通に。人形遊びも絶対変な人形遊びだもん。マリオネットにされるわ、もう。絶対。操り糸断ち切りてー。どうされんの？じゃあ、L 中に入って。あ、アイアンメイデン的な。僕ね、苦悶のなしも見たい。ああ。だから抵抗しようよ。少しはさ。少しは抵抗しようよ。じゃあこれを二つとも家を押して、逃げるっていうことだよね。で、家にしたら、セーブを強制されるので。で、もう最初から下を押してます。で、シフトキーと下でダッシュだな。あ。ちょっと動けた。ちょっと待って。メニュー開いちまった。メニュー開いてる間もこいつ追ってくる。あーん。あばばばばばちょっおいおいおい。なんかそう、ずるいぞ。ずるいぞ、召喚獣。ちょ待って。じゃあ、いや、迎えに来てくれたんだろうけど邪魔だったなー、今。避けちゃったよ。避けちゃったよー。エル、こっちへ、うん、お前のせいだからな。一回分のし。はぁ。もう、完全に扉の向こうまで行ければセーフだと思ってた。なんとか間に合いましたね。そんな言われても。やっぱ結局ここが一番いいんじゃん。ねえ。もう、ずっとここで暮らそうぜ。ちょっとセーブさせて。追いかけっこあるパターンね。しかも結構難しかったわ。何回かやり直した。なんだこれ？麻袋がある。あれ？あ、なんかそういうのがあるの？ちゃんと見れてなかったかもしれない。あ、お話しよっか。どうしました？どんなお話が好き？話、僕はあまり知らないんです。読んだことがあるのは名付け親の話ぐらいです。名前が結構関わってくるゲームなんだ。エルはお母さんに お話を読んでもらっていましたね。羨ましいな。なんか知ってんの？この白雪姫とかって、あれ？あ、カエルの王様になってる。あ、そっか。本棚が違うのか。この辺、読んでもらったやつなのかな。どうして助けてくれんの？それは、それが僕の仕事だから。え？そうなの？ええ。そうか。こいつが死神説みたい。L の死神。L の24年間付き
沿ってくれる死神。逆だけどな、どっちかっていうと、なんか生きさせてくれる神だけど、この感じだと、俺はなんであんなにいじめられてるんだ。エミルは生きてる人？半分半分ですね。人間としての僕はとっくの昔に死にました。でも僕はこうしてある意味生きています。死んでからの方が長いんですよ。年齢マウントか。次はちゃんと捕まえる。もう書き置きやめてよ。怖い。もう寝込んじゃう。もうちょっと話聞いてみようか。え、ここにオルゴールが？ああ、そうだったね、そういや。開けないやつ、誰か持ってったんでしょうか。だんだん家財がなくなっていくホラーゲーム。したらば、ここだよね。どうして助けてくれるの？のところ。あれ？さっきの、さらにあった三択はもういいのかな。じゃあ出てくか。もう麻袋は何なんだろう。そのうちか。行こっか。うん。行くけど、戻れはする。まあ、セーブさせてもらうか。データ11、セーブしすぎ。もうどこも行きたくねー。なんかどこ行けんの？切り落とされた罪。これとかさ、切り落とされた罪感あるけどね。これ謎だよね。もともともう、こういうさ、あからさまにやばいし終わったところはもう入らないよね、きっと。猫は消えた。じゃあ、人間には開けられない扉。半分人間でしょ、君。エミル君。ってことは、ハンドアぐらいにはできるんじゃない？こっから外に出られればいいんですけどね。人は後悔せずに死を迎えられると思いますか？哲学。どうしよう。後悔か。いやー、俺は無理だと思ってる。結局、いっぱいなんか満たされた人生でも、あ、これやっときたかったなとかさ。あと数ヶ月でドラクエの最新作発表だったんだけどな、みたいな。そういう気持ちで死んでくんじゃないかな。僕なんかは歴史が好きなんで、まあ、自分が死んだ後の世界がどうなっていくかっていうのは気になったりとかしますね。うん。やめよ。暗い気持ちになるわ。無理でーす。やっぱり難しいですかね。すいません。変なこと聞いて。開けますね。けどなんか、こういうゲームでこういうお友達がいるのはさ、なんか、心が安らぐというか、不安がね、なくなっていいよね。心強い。可愛いし。男か女かわかんない。男かな。まあ、この際いいや。可愛いから。靴というより足首がたくさんありますね。あ、これそうなんだ。性的盗作してしまった犯人の、ね、捕まった後に、警察に並べられてる、調度品たち。曲がいいですね。一つの滞在。いろんな罪。青、赤、黄色。その順番で並べられるとチューリップ的にはちょっと気になるな。混ぜたら変わる、分けたら変わる。あー、絵の具的な。青足す橙引く緑は、青足す橙引く緑。ちょっと待って、普段 RGB 値しかいじってねえからわかんねえ。あ、3回できるんだ。歩き出しちゃったんですけど。青足す橙引く緑。単純に青と橙と緑を触ってみましょうか。私が、はい。違うでしょ。ダメって言われたけど。じゃあちゃんと考えようか。青足す橙で、赤色要素が入って、ちょっと待って、わかんねえぞ。青、赤、緑。まあ、RGB だよな。橙が赤と言っていいかわかんないけど。で、赤足す青が紫とも定置されましたよね。
ああ、そうか。紫から緑を引いてくださいってことか。紫から緑を引いたら、わかんねえよ。このなんか中途半端な色、あ、これ黄色かな？こんぐらいだったりして。もうすごい剣幕じゃん。ごめんって。じゃあもう隣のお前でいいわ。3回行けっからね。許してって。本当に許してって。普段絵描いてるはずなんだけどな、僕も。参っちゃったな。どの色を触ったっけ、そもそも。まあでも、6つあるうちの3つ触ってダメだったから、もう総当たり戦。あ、君なの？そう、私、私じゃなかった。だから私なの。じゃあ正しいのは？ 3 つの色が同じになるの。そしたらどうなる？え？あ、ん？我慢。あ、傲慢って書いてあった。7つの滞在から1つ引いた数字って感じなのかな、これ。6つ。あ、でも相談してみようか。なんか、さっぱりだわ。なんか、よくわかってなくって、この謎解き。このまんま謎解いてクリアしたところで俺、後悔しながら死んでいくことになるわ。3つの色とは三原色のことかもしれない。どうしよう。ときメモ GS の三原式の方かもしんない。同じ量を混ぜると、黒、かな。赤色を選んで私だけど私じゃないみたいな。なんか、ゲスの極みみたいなこと言われたんだけど。単純に三原色、触ったりしてみる。でも、青色も違うっていうしさ。赤色、ちょっともう一回。三つの色を同じにする。同じぐらいの色、I。RGB 20-20-20 みたいな。いや、ちょっとわからんばいよ。適当に触ったらこいつも合ってるわ。そうね、私、私にするべきだったのよね。ん？あれ？クリアってこと？あ、仲間になった。ごめん、わかんない。答えはコメントに書いてね。開かねえし、ちょっと待ってくれ。ちょっと待って。終わったんじゃねえの？あ、できた。私は罪を犯しました。なんかサウンドホライズンみたいなこと言ってる。なんか死んでる人が寝てる。あ、そこあんま汚しちゃダメだよ。踊ってる。あ、楽しそうで何より。カーペットだからさ。どうせこれ調べるんでしょ？誰かの泣き殻。ホラーゲームなんだからさ、もうちょっと、ヒーみたいな反応しようよ、エルちゃん。さっき拾った道具何か扱えるかもしれませんね。これ？泣き殻入れてく？赤い靴を捕まえる。あ、違ったわ。おーい。捕まえといた。傲慢？何が悪いんだい？とっても綺麗な赤い靴。ここでなら誰も怒ったりしないよ。君のおばあさんとずっと一緒に暮らせるよ。誰かのサインが書いてある。おばあさん。おばあさん。うん。あれ、これ。もうあとはじゃあ、この部屋ってことか。まあ、ウディコンに書いてあった、大体のプレイ時間30分から1時間というのも確かにそろそろ袋の中でも踊り続けている。なんかかわいそうになってきちゃったな。まあ罪を持った、ね、この足首を持ってきて、それは切り落とされた罪、通れ。この中に、なんだこれ、小銭？
リンゴ。そして、父は畑にいた。母と末っ子は2階。次男は1階で豚の役。よくわかんないこと言ってる、またもう。暗湯。次男は屠殺された。末っ子は溺死した。それを見て母は首を吊った。かわいそうなんですけど。豚は屠殺された。肉屋は視察された。畑にいたが惨状に気が狂い死んだ。そりゃそうよ。そりゃそんなこと起きたら、そうなるよ。うまくやったものを通そう。え？とりあえず今通れない。通れた。畑とか2階建ての家とかあるね。さっきのが見えるはどう思いますか？いや、しらばくれるか。さっきの髪？あ、物覚えいいな、君。里いね、里い子大好き。父親は畑。今、影が見えるね。母と末っ子は2階。次男は1階。次男は屠殺。末っ子は溺死。今、1階行ったら次男が屠殺されてるとこ見てしまうんだよ。母は首つり。豚は屠殺、肉屋は自殺。畑にいた者は気が狂い死んだ。と書いてあったからですよ。一回ちょっと自分で考えようか。さっき何のこっちゃだったから。このゲーム優しいけど、頼りすぎるとせっかくだしね。うん。とりあえず総当たりしてみましょうか。お父ちゃん、この畑入れる？あ、これ父。あ、死因を選んでく感じ？精神崩壊だね。いや、笑うな、笑うな。笑えないって。あ、ナイフが落ちてる。これは血を受けた皿。一階が、ちょっと待って。次男と末っ子どっちだっけ？二階母親。もう忘れちゃった。どうしよう。どうしよう。末っ子歴史。次男が、屠殺？違う。ごめん、ごめんって。じゃあ、長男かな？屠殺。ごめんてー、もう2階から行こう。何回かやらしてくれそう。あ、末っ子でしょ君。なんか洗濯中かな。洗剤で溺死しちゃった感じかな。末っ子は溺死です。もにょっつった。で、母は首吊り。まあ、近くに縄が落ちてたりとかね、こういう風にヒントはあるよね。え？何？ケルベロス？あ、皿が割れてら。現場がここだったらかなりきついな。いや、だからお前ももうちょっと驚けって。次男なんだっけ？違うね。ああ、ダメダメ。うまくいかない。ごめんって。じゃあ、長男が視察。もう。次男が屠殺。もう、この家族、死んだのはかわいそうだけど、なんかもうわがままなんですけど。これでいいですか？もうなんか割るなよ、変なもの。びっくりするから。なんだっけ、座席から飛び上がるみたいな意味の英語の、びっくりさせてくる系のホラー。兄が弟の喉笛を切って殺した。あ、なんかそんな国語の教科書にあったね。母親が兄の心臓を刺して殺した。二階で末っ子はお湯の中で溺れ死んだ。母親は首をくくって死んだ。父親も悲しみのあまり気が狂って死んだ。気悪。なんてもの聞かせるんだ。終わったよ。うまくやった。さてしかし、無罪か死刑か。選べ。え？この二つってことか。無罪か死刑か。
道徳の授業ですか？え？リンゴか金貨か。おそらく楽園追放的な意味ではリンゴが罪ってことだな。金貨はよくわかんないけど、金は金で罪な気がする。リンゴ A ラボ。無罪だ思ってたのと違う。ああ、なになになに？なんか出てきた。んー、これに乗ると移動するんでしょうか？ L。ASMR の略だったんだ、L は。なるほど、タイトル回収。なに？うまくやった。そんな君を幸せにしてあげる。え、嬉しい。幸せになりたい。ありがとう。L。どうしました？聞こえてますか？ああ、なに？わあ、幸せじゃない！あ、俺がこれ、こっち動かすの。絶対幸せじゃないんですけど、これ。彼女は命の恩人だ。私が彼を助けたの。この、アイアンメイデンは？ホワイトベースは？エル、私は蓮舫、蓮舫、シノノメ。もう、ひばり。を奪われてしまったの。お母さんにもお父さんにも会えない。その子はまだ間に合うから早くここから、あ なんて？お願いあなたならできるでしょ？いやもう首。違うってさ、エル。ねえ、聞いてる？どうすんのこれ。エル！アイテム。エルったら、お前これ。これ、やべえって。やべえってこれ。大変なことになってるって。エルさん。ねえ、このままだと何にも、進まんのですけれど。どかねえし、こいつ。反巨人。エル、エルったら、どうしちゃったの？ねえ、遊ぼうよ、もう。ままごとでも人形遊びでも何でもいいから俺と遊んでくれ。どうしよう。あ、何これ？お腹のナイフを取る。あ、そんなのあったんですね。はい、取ります。あ、ほんとだ。よーく見たらナイフが刺さってるね。クマちゃんに。ナイフを手に入れた。え？考えうる限りこうなるんだけど嫌なんですけど。あ、別にエルちゃんに突き立てるわけじゃない。お前か。ナイフ。人形の、人形、人形。人形の歌。何？精錬的な。ここまで戻ってきちゃった。今度こっち撮ってみようか。残念。死刑！抱きでかかっつーの。戻りまーす。ナイフが、どれ刺しても、ん？あ、渡すなんてある。渡していいのか。はい、どうぞ。どうです？あ、なんかいけた。なんかいけたし、なんか左に動いちゃった。イベント中に。違う。お母さん、もう、エル、大丈夫？エルちゃん。目つぶってる、かわいいね。エル、目を覚まして。そうか。君の考えている通り。それは偽物だ。ん？どういうこと？ああ、なんか、演出が。あれ？あ、お、なんかようわからんけど、いいことになってんじゃない？あれ？これは、お母さんの鏡。あ、自宅に阻まれている。あ、お洋服漁る。こん中にもやっぱりカエルの王様とか入ってんのか。絵本が並んでる。あ、絵本。誕生日にもらったクマ。これお父さんお母さんと一緒に寝てる寝室なのかな？クマちゃんなんかすごい地べたに投げ出されてんだけど。父さんの、あ、そうだね。父と母がここで生活してて。
あ、お父さんお母さん、え、大丈夫かなこれ。美味しそう。戻ってきたとかだったらいいんだけどさ、新章風景みたいな、もうこの頃には戻れないみたいなさ。エル、おはよう。もう少し待っててね。お母ちゃん、え、なんか日常戻ってきた？どうした？怖い夢でも見たのか？くっそ怖かったけど。お父さん、最悪だったけど夢。まだこの白いバラ赤くできるんじゃないかみたいな、思いかねない。ちょ、セーブしようぜ。もう、もうセーブデータ20個全部ここで埋めたいわ。ドアノブがない。そんな、まさか。ちょっと待って。どういう家？あの、お父さん、ドアノブは？お父さん。あの、ドアノブないことないでしょ。うちの家。お母さん、どうしたの？あの、ドアノブないんですけど。ここは、でも違う。あ、やっぱなんか違うんだ、でも。ドアノブがないってことは、この家の中の世界だけが、すべてになってるわけだ。もう少し部屋の中を見てみよう。大丈夫。日差し開けないように、開かないようになってる。開けちゃダメって思ってるからかな。やっぱ、エルちゃんの中がすべてなんだろうな。お父さんは優しくて私に怒ったりしなかった。ずっと私の心配してた。私に幸せにって生きてって言ってた。お父さんお母さん死んでたりしないよな。お母さんたちの服は入ってない。お母さんに作ってもらった服大事にしまってたんだよね。あの子に取られてボロボロになって、なんか嫌がらせを受けた感じ。お母さんに読んでもらって嬉しかったな、絵本。本は全部あの時のまま。絶対終わってんじゃん、この家族関係。私の好きなお話の本を捨てられちゃったのにね。なんか、ママ母かなんかに引き取られてる。お父さんとお母さんと町まで買いに行ったな。この時は幸せだった、とても。あ、てて。なんか、ろくでもない。お父さんの願い、ごめんなさい。お母さんいつもここで髪の毛を言ってくれた。え？なんかもう曲も相まって、絶対悲しがらせに来てるじゃん。ねえ、ちょっと、さっき誰かの声が、あ、うん、そう、大丈夫っていう言葉だけを僕は頼りにしたいんですけれど。なんか誰かそこ布団入ってる？もしもーし、います？お母さん病気で寝てばかりだった。そしてあの日お母さんは死んでしまった。あ、ついに死んだことが明示されて。それから一年しないうちにお父さん、やっぱりこの家は変。だからきっと、まあ、空想のこの場所なんでしょう。エル、食事の支度ができたわよ。じゃあ食べましょう。これも食べちゃいけなかったりする？もしかして。ちょっとお母さん、食べる前にセーブさせてくれ。なんかもうまるでゲーム中に夕飯できたわよみたいな食卓になってんだけど。君の考えている通り。あのね、何？それはだ。どうしたんだい？何でもないって言ったら、きっと、エンドが分岐して、ね。まあ空想でもいい。なんか、本物の世界でもいいから私はこの幸せの中で生きるんだ、みたいなね。あったりするのかもしれないけど。ご自分の目で確認してください。まあ、どうせバッドエンドだからこれ分かってんだよ。二人とも偽物！やだわ、何言ってるの？よく見てお母さんでしょ？ああ、どう見てもお母さんだね。父さんだって父さんさ。お母さんはずっと病気だった。あら、もう良くなったのよ。違う。治らない病気だった。曲が止まる。どうしちゃったの？少し休んだ方がいいわ。そうだ、スープだけでも食べて横になりなさい。お母さんは病気で、あの日起きた時にはもう。お父さんもその後同じ病気になって、お母さんもお父さんも死んだ。もう私の幸せだった時の家も何もかも変わっちゃった。こんなに可愛いのに辛い目に合わせないで。本当にお母さんとお父さんみたい。幸せだった時の世界。でも全部偽物。そうよ。でも幸せだった時のままなんでしょ？エル、ずっとここにいて、ああ、なんかすごいかっこいい。すごい、エモーショナルな MP3 が流れている。だったら幸せでしょ？ウェブファイルかもしれない。そうだよ、幸せだよ。このカタカナで幸せっていうのがちょっと偽物感あるよね。
人は後悔をせずに生きることができるのか。違うよ。ここは私の家じゃない。だいたいこういう系のゲームは、過去を振り払って前を向かないとグッドエンディングに行けないから。僕が、この選択を迫られたら、そうかもって言っちゃうのかもな。ここにいることは幸せじゃない。ここにはずっといられない。自分の手で動かないといけないのか。どうした?怖い夢でも、ああ、怖い怖い怖い。もう、今怖い。行かないで。ごめんね、エル。きっと、後悔するよ。まあ、そうだね。ちょっとするかもね。あ、イマジナリーフレンズ的な、これがもしかして今の家族?楽しそうに話している。ねえ、ねえ、エミル、エミル?俺の部屋は?あ、クマちゃん。あ、で、多分引き取られたんだね、やっぱり。俺のベッドだけ引き離されてるもん。だから、ママハガかなんかと、あと、なんか、あの子に取られちゃったみたいに言ってた。あの、楽しそうに話してて俺のこと言うこと聞いてくれない、似たやつが、その、正規の娘というか。あ、もう見ることもできないよ、この辺。クマちゃん、物に当たるの良くないって。おい、ちょっと、エミル、こいつぶっ殺してくれ。死神なのだと思ってるんですけど。あ、こんなところに包丁が、かまども。エミル、頼む、頼むよ、もう、ドアノブがある。お母さん、お父さん、どうして私を置いていってしまったの?う、手が痛い。朝からずっと糸を紡いでいるんだもの。あ、糸巻きに血がついちゃった。洗わないと。冷たい。あ、どうしよう。ん?なんか、分裂したんですけど。バグではないことは明白。エルちゃんが二人いる。一人ぐらいもらっても。エミルは見守ってくれてるってことなんかな。これ。え?歴史?思想になってる。は?あ、違うわ。俯瞰してる。糸巻きを井戸に落とした。本当にどんくさい子ね。早く取っておいで。取ってくるまで絶対家に入れないからね。あはは。あははじゃねえんだよ、お前よ、この野郎。もうキャラグラフィックだけ可愛いからってよ、いい気になりやがって。もうエミル、エミル、頼むよ。本当に使えない子。クスクス。いや。え、こんなところで、いや、そうだよ。死んじまうよ。井戸の底に潜るなんてできないよ。お母さん、お父さん会いたいよ。もう。待って。あ、エミル。エル。あ、おい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 。そう。私は井戸に飛び込んだ。死んじゃったよ。そしてきっと死んじゃったんだね。まあ、ごめん、ちょっと死んで正解かもしんない。うん。うん。あんなん耐えきれんわ。声をかけて何かしてあげたかった。僕は死んだ後でしか何もしてあげられない。死神だから。そう僕が一瞬ためらったから、その隙に連れ去られてしまった。僕が至らないばかりに恐ろしい目に遭わせてしまいました。ごめんなさい。いや、謝んないで。辛くなっちゃうから。さあ、ここから出ましょう。井戸の底に光明が差し込んでいる。ここからじゃないとダメですか?もう行っても大丈夫。あの、お父さんお母さんに一応声だけかけられねえ。行こっか。エル?あ、カエルの王様?目が覚めてよかった。よく頑張りましたね。
いやーしかし可愛いお嬢さんですな。泉にマリでも落とそうものなら私が拾って差し上げるのに。なんじゃここ。あ、寒。今度は家の中に水まで張ってある。草も生えてる。あ、さっきより大きい鏡。なんか、不穏なものもあるんですけど。掃除したい、そこ。これは、幸せな世界。開かない。開かないよ。お嬢さん、お嬢さん、助けて差し上げましょうか。この私と同じ皿からご飯を食べて同じベッドで眠るのですよ。そう約束してくださるのなら助けて差し上げましょう。そんな約束できるわけないでしょ。なんかもう変なとこばっかりなんかついてくるんですけど、この人。あ、助けて。もうエミルしか頼るやついねえよ。エミル、あ。エミル。わーい、バチャバチャ。おっさん、ちょっと何をするんですか？勘弁してくださいよ。なんか追いやるみたいな感じか？こっちはいけないんだよな。二人でベッドイン。帰る。ちょっと待ってね。こうやって話しかけることによって押し出すことができるね。これ気になるよな。鏡の中に閉じ込めるとか。俺の布団勝手に潜らないで。なんだ、カエルもいい人なのかと思ったよ。ほら、押してやる。おいおいおい。おい、おい、カエル。どんどんどん。ほら、お前、自分の姿を見ろ。お嬢さん、助けて。お嬢さん、助けて。あ、壁にぶつける。あ、これだ。はい。あ、すごいのぶとい声。あ、鍵だ。金の鍵。ひとまずこの部屋から出ましょう。なんか死んだ後も大変だな。みんな自殺とかするもんじゃねえぞ。大変なことばっかり。ほら、もう階段まで下ろされる。こんな長い階段。死んだ後、もう体力減ってる状態で。大変。あれ？いけないですね。あ、上に登るのかな？登らされる。鉄分不足。有罪ね。あ、あれ？なんか始まっちゃった。さ、首を跳ねてちょうだい。ひえ。さあ次。私は何も。有罪。斬首刑ね。なんかすごいトントン拍子に。あ、見て、この女の子の奥にある絵。あれ、なんかソロモンの悪魔の中になんかこういうのいたよね。どうでもいいんですけど。次は死神。奴の罪状を読み上げよう。この子もびっくりしてる。滞在です。レビー様の友人を誘拐した。滞在、それはあなたのことでしょう。黙れ！あ、なんかすごい怒ってんじゃん。邪魔しないで。本当にいつもいつも。あなたに消えてほしいの。エルは私に罪があると思う。レビーっていうのはこの人、なんだな。私に罪があると思うなら言ってみてよ。え？たったら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 、罪、死神か、懐かしいな。いや、何言ってんの？なんか、傍聴席の人たちすっごい他人事。ちょっと、お話しようか。次は俺かな。ちょっと。え、何？謎のメモ。こんな日が来るかもってこっそり書いてたんだ。もうレビー様の横暴には耐えられないよ。よもよも。なんかきっちり暗号。LI クローバー Y1T1 ハート。L は12、クローバーは22。そしてクローバーハートスペードダイヤは、な、はてなはてなはてな。そして A 柄がある。おいおいおい。おいおいおい。しっかり暗号だな。死神を殺すのはまずいんじゃないか？あんな契約するんじゃなかったよ。いつまでこの地獄が続くんだ。いやー。もう少し待って。早くしてね。
解かないといけないんでしょこれ。4桁の数字が、まあなんかあるんでしょうね。まいったな、これ。しかしこれ。まあ、それぞれ、1とか4、6、8、10、11。まあ、大事なんだろうな。そこに書いてある絵柄とかも。ちょっと考えますね。よし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 。よしよしよし。さっぱりわからん。エミル、頼むよ。そうですね。それぞれの数との数を足してみたらどうでしょう。だってさ、まあ、やる、この、いや、気になるんだよな。その数との数を足すっていうのもありなんだけど、上の L1 とか Y1 とかって何さ。L は12。クロー、スペードは22とか書いてあるしね。この絵柄の数に単純に20にプラスしちゃったりしていいってわけ？あ、いや、待てよ。スペードが4、6、12、4、6、12だけかな？ 10、あ、4、6、12合わせて22。あ、そういうあれか。そういうヒントか。右上のスペード22っていうのは。あ、なるほどね。じゃあ普通にスペードは22。上のやつ何？あと L は12ってどういうこと？これも気になるな。気になるけど、単純に合成してってみるか。じゃあスペードは22で、じゃあまずクローバー上にもあるわ。ああ、もう勘弁してくれ。単純にじゃあ、ハートはさ、11、14。あの、ハート14。ダイヤ、8、12、25。25。ってなると、クローバーだよな。上の謎を解かないと多分、クローバーは解けねえんだ。あ、ハートもだ。どうしたもん。ちょっとメモまでしてすっげー頑張って考えたけど、結局これの数字の使いどころがわかるまではどういうことかわからないかもな。とりあえずこの L は12の謎がやっと解けました。あの ABCDEFGE の順番だと思います。はい。最近は ABCDUGHIJKLNM じゃなくて LMNOP っていうらしいですね。わけがわからない。よし。挑んでみるか。待たせたな。本当に待たしちゃったね。ごめんね。あなたの罪はね。ん？あ、なんだこれ。あ。選べる？そういうこと？入力するの？例えばさ、例えばだけども、すごい単純に、有罪言ったら、通じるわけがないよな。わかったわかった。数字なんだよな。ちなみにさっきの、ハートとかクローバーとかを、が並んでて、そのイコールみたいのをやると、514-2225 になるんですよね。順番的には。来いよ、筒号。多分違うな。いや、違ったな。ん？てか、なんか今、2文字に集約されなかった。2文字に集約された気がするんだ。これはなんかすごい
直上的に、あや、4文字か。というか、なんて言うんだ。4バイト。で合ってる。までしか打てないってことね。そういうことか。余計にわかんなくなったんだけど、もしかして、この数字まだ関係なかったりするのかな。罪。傲慢。ここで傲慢。わかっちまった。もう謎解き苦手人間。やっとわかりました。ヒント通り数との数を足すと、ね、恋を都合になるんですけど、これを L は12みたいな感じで、クローバー5は ABCDE5 番目みたいな感じでやっていくと、ENVY、Envy になりますね。Envy、嫉妬ですね。さっき傲慢ってやったのもしかしたら、もしかしたら一個つ試していけば7番目ぐらいにぶち当たったかもしれないな。ちなみに言うと、上の LI クローバー Y1 っていうのもちょっと怪しいな。1を A として考えると、でクローバーとかも当てはめてみると、リエイヤターンみたいになって、あのね、B がないから、何語なんだろうな。でもね、そう、嫉妬はエンビー、そして、レビアタン、リヴァイアさんって、あの、海の怪物いるじゃないですか。あれが嫉妬を司る悪魔みたいな感じなんですよね。うん。他にもなんかその、傲慢とか憤怒とか色々あるけど、色々あるんですよ。色欲がアスモデウスだとか、なんとか、アモンとかもいたかな。なんかそういうのが一個一個あってね。そういう知識ばっかりあって、さっぱりこの問題は解決しないんでした。まあ、あの女の子もレビーって言ってたからね。レビアタン、そういうところでヒントがあったんでしょう。なので、お前の罪は嫉妬だと言えばいいんだな。これで、こうじゃなかったらもう、お蔵入りだ！嘘だろ。いや、まだ4文字いける。エンビー。よかった。エンビー。嫉妬。そう、あなたの名前はレビアタ。同じこと言ってくれる。そう、ありがとうね。うん、ありがとう。あ、名前ダメ。あ、そっか、レビーですって言ってたけど、マナを知られてしまうんだ。レビアタン、これ、ここから私を出して。いや、いやよ、エル。エル、お願い、やめて。私、友達が欲しかっただけなの。寂しいのや、お前の友達との付き合い方おかしいんだもん。お願い、お願い。かわいそうだけどさ、カードゲームするの。お見事でしたね。さて、ここは、帰るの？いいの？ああ、お前が残ってたな、猫ちゃんもいるわ。ここだったら何でもあるし何でもできるのに、もう何でもあるっつっても、もうバナナ食ってもマスカット食っても何食ってもダメなんだもん。ここには何もないし何もできないよ。そう。ま、なかなか楽しませてもらったし、もういいや。全然楽しくない。あ、ゲームは楽しいんだけど。ゲームは楽しいんだけど、非常に気分が悪いと思うよ、エルちゃんは。死神くん、彼女はどっちの選択をするんだろうね。何を？ここから出たいの？雪でも降れば出られるんじゃないかな。じゃあね。どういうこと？さあ一周してデータ位置にセーブしますけれど。何時間やってんだ?58 分か。58分だけど、ゲームオーバー&ロードがあるからもっとかかってんだ。あ、猫が喋らない。まあこのお父さんお母さんもハリボテだよってことだよね。ちょっと間取りが広くなって、なんか真ん中のベッドだけ新調されてる。おやすみ。羽ぼうき。ハーピーレディ三姉妹。ああ、本棚掃除した。
何も起こらなかった。なんかこの羽ぼうきを使っていろんなところを掃除してみようみたいな。まあ、どっか汚ねえところがあるんだろうな。雪が降る。スノードームでも掃除してみるか？あ、これ、このお花、当たり判定がないですね。鏡を掃除。いかにも何かありそうなのに。棚掃除。棚掃除。まあ、掃除はいいことですからね。するだけすりゃいいんじゃないかな。あ、布団掃除。ん？なぜ？綿ぼこり。これはどういう謎解きだったんだろうな。悔しいですが、雪は綺麗ですね。うん。死神って大変？大変だろうな、こんなん付き合わされて。そうですね。辛いこともたくさんあります。でも僕はなってよかったと思ってますよ。そうか。そろそろ俺がまた選択を迫られたり、あれ？っていうか、一個しか聞けなかった。ようやく出られたみたいですね。お母さんとお父さんに会えるかな？え、きっと。でも、死んでるんだよね。喜ぶかな？それは難しいでしょうね。そっか。あ、聞けるか。これ何？オルゴール。僕のたったこれだけの世界。ま、昔の話です。とっくの昔。どうして死神になったの？僕は何もない狭い世界しか知らず死にました。だからもっといろんな世界を見てみたい。そう思って死神になりました。死神には、いやでも大変なんでしょ？やめとくわ。なりたいって言ったらなれるのかな？ここは？来たことある。ありますよ。僕を迎えに来た死神と一緒に。僕の先輩です。とてもお世話になったんです。もう出てきてる人だったりするんかな。その人は？今は？ああ、死神としてもいなくなったりするんだ。いろいろ聞いてみようか。これはさ、あれ？あ、でも死神になりたいなりたくないはもうなくなっちゃったな。夢日記みたいな場所になっちゃった。どうしたもんかな。どこか、あ、出口。あ、糸巻。こんなところにあったんだ。私死んじゃったんだよね。はい。前に辛いことばかりだった。でも別に死にたいわけじゃなかった。エル。帰りたかねえな。わかりました。それじゃあ行きましょうか。エンド4死後の世界。エンディングだけどさ。エンディングだけど、エンド4は絶対にトゥルーじゃないでしょ。わかってんだよ。やべえ、ここでセーブしちゃった。なんかもっとあったかもしんねえ。死神になりたいって言ってみようか。え、本当に、あ、喜んでんじゃん。なる？そうですか。一緒に死神なる？これで糸巻きを拾ったりして。エンド4か。なんか、どんだけあるかな。あ？選択肢が変わったぞ。行きたいですか？行きたい。帰りたくはない。行きたいけど帰れない。帰りたくねえな。一緒に死神として生きるみたいな。いろいろ試してみようか。トゥルーを目指したいです。行きたい。まだ間に合います。今ならまだ元の世界へ帰れます。死神に魂を奪われない方法知ってますか？ん？別の人間の魂を捧げること。ああ、じゃあ、ちょうどいいのが二人いるよ。他の人が代わりに死んじゃうの？簡単に言えば。そんなことできないよ。もうとっくに死んでいる人間ならどうですか？え？そりゃ、ダメでしょ。僕はもう死神として十分に生きました。
ちょうどそろそろ休みたいと思っていたところですから。君ならきっと幸せになれると思いますよ。お前がいなきゃこの先あんな辛い生活してらんない。大丈夫、僕が望んだことだから。僕はエルの死神だから。もうタイトル回収してるし。いやでしょうけど、そうでしょうけど、エミル。てかもう俺の返事聞く前にもうその気になってんじゃん。勝手にいなくなってった。もう勘弁してくれよ。オルゴールのとこ戻る？オルゴール？エミル。あ。なんじゃここ。状況が悪くなっている。なんかズタ袋とかあるし。死神の名付け親。ここ、どこですか？もう怖すぎて朝日奈みくるちゃんになっちゃうんですけど、あ、開くんじゃん。燃えてる。殺せ。血族は子供であっても全て殺せ。もう、どういう状況？なんかすごいことになってるよ。あ、もしもし。空を見たい。海を見たい。花が見たい。辛い仕事だよ。それでも君が望むなら。あ。オルゴールが供物になってる。あ。なんかすげえ金が、おひょー戻ってきたってわけ？他に行く場所もないし戻るか。エンド2、エルの死神。うわー、エンド2だって。なんかエンドロールっぽいの始まったけど。待って、もっと幸せになりたい、幸せになりたい、幸せになりたいよー。糸巻き持ってる。お前よ。いろいろやってくれたな。いや、絶対なんかある。絶対選択肢をどうこうすればなんかあるんだ。なんかあるに違いないんだ。エミルと一緒に、あんななんか知らん、クマちゃんボコボコにするような奴らほっといて、一緒に過ごしたい。ねえったら。いや、寂しい。こんなん寂しいって。頼むよ、かわいい。なんかエンドゼロ。うちで住むみたいな。ない。サンキューよー。フォアプレイング。あ、どうも、ありがとうございます。ねえったらさ。ね、やり直させて。なんかあるべ。死神になりたいと言わずに帰りたい。さあ、目を閉じて。これさ。もっと悪くない？どうせエミル君は犠牲になったんだろうけど、あ、金塊もないし。エンド5。待って、俺ね、別にね、すべてをね、回収して皆さんに見せますみたいなつもりないの。なんならちゃんと自分でもやってほしいの。違うんだよ。おーい。ちょっと死神になりたい、死神になりたいなー。また死神になりたい。やっぱここで死神になりたいを選んでいろいろ選択肢を増やすのは大事なんだろう。参ったね、こりゃ。じゃあ行きたいけど帰れない。そうですか。よくわかりますよ。僕も同じだったから。行きましょう。ついてきて。あ、どうなの？即死ぬ感じじゃなさそう。何の音よ。木こり。お？ここが僕たちの新しい家だよ。わあ、豪華。なんか、剣能だなぁ。これ、誰の頭蓋骨ですか？エミリさん？その骨に触れてみて、いいの？大丈夫？やっていいもんなの？ついにこの日が来ましたね。本当に頑張りました。では、改めてよろしくお願いします。死神のエル。まあ、やっぱ最終的にそうなることあるよね。なると思うよ。もうだってもういいじゃん、そっちの方がいいよ。俺エミルと一緒にいたい。エンドさん、あれ ?2,3,4,5 結構消化しまったけど、あれおかしいな。僕的には割と
幸せなんですけどね、それって。あれ?30分から1時間で終わると言われていたこのゲーム。トゥルーエンドが見つからずずーっと頑張ってました。何回も同じあたりの下りをやり直したんですけど、結局のところ多分なんですけど、途中にあった後悔をせずに生きれると思うかみたいな。あそこを遡って変えてみたんですよ。で、そしたらね、今やってて、ちょっと変わってそうだったんで、見てもらっていいですか。なんならこの死神になりたいなりたくない、関係ないのか。いきますよ、こうやっていくと、あっと。ね、糸巻きを見つけるわけじゃないですか。言うことが変わるんですよ。前に辛いことばかりだった。でも別に死にたいわけじゃなかった。それに今更だけど、私の心配をしてくれる人いるって分かったの。まあ、ここに来るまでにその後悔どうとか、まああとなんかちょっと他の選択肢選んでみたりとかして、死神くん、もしかしたら死神くん好感度みたいのがあるんじゃないかと。蓄積してプラス5まで行けばグッドエンドあるのかなって。わかんないけど。頑張ってみました。ちょっと文言変わってますよ。だから、あんな家と家族だけど、私は、ってね、言ってくれるんですよ。で、帰りたいでいいんじゃないですかね。まだ前に前です。で、ただ、この、言ってることは一緒。結局のところ、いつも通りエミル君は、僕は、いや、ほんと悲しいシーンなんだけども、何度も何度も見ちゃったからさ、さっきまで割と、うーってなりながらね、悲しいよ、寂しいって思いながら見てたんだけど、何度見たことか、こいつの最後。泣かないで、これが僕の最後の望みだから。もう泣きそうになってたけど、もう泣かないと思います、このゲーム。はい。結構頑張った。僕はエルの死神だから。エミルー。で、なんと、ゼンマイを手に入れました。これ、なかったですよね。糸巻きと、ゼンマイ。ゼンマイを手に入れた状態で、オルゴールに戻るわけですよ。違うでしょ。ゼンマイを回す。何が結局キーだったのかわからないけど。おかげさまで。おお。ちょっと違うよ。まあ、おそらくエミル君の一生をこうやって辿っていくんだろうけど。ねえ。殺せ一族はもう皆殺しだみたいな。ここにいたね。ここで死んじゃったのかな。で、うん。強制的にお話に付き合わされる。何どうしたのみたいな感じで割り込みに行ってるけど。で、お墓だね。エミル。でさ、まあ、このオルゴールを開けると金がたくさん入ってて、ただそのお金を持って家に帰らずに脱出なんてことはできず、結局、オルゴールを置きっぱでも金を置きっぱでも家に帰って、エンド3あたりだったっけな ?2 かなになってたんですよね。今回は、あ、金だわ。もしかして。この辺も反応なかったんだよね。で、そうアイテムにね、金ってちゃんとあるの。金かけるさ、一生暮らせる。ただ別に、マップの外に出られるわけではないので、一生暮らせる金を持って家に帰るのかな。で、ここでエンド2って出るはずだったんだけど、あ、エンド1、エルの死神トゥルー。ちょっと変わったんだ。ただ、
結局のところ、ちょっと演出が違うだけで、結末は変わらないのかな。まあ、ただ、後悔しないように生きてくれるんだとしたら、私なんかオルゴール開けたらすっげえ金手に入っちゃったから、この家出ていきますって、ぜひ言っていただいて。ああ、でも、エミル君が、ね、こんな辛い人生でも、ちゃんと見ててくれたってことに気づけたっていうことですね。うん。トゥルーです。トゥルーだけど、ビタートゥルーって感じだな。そうか。まあ、もうちょっとね、この後なんか、欲しかったかもしれないけど。なんか浸ってたらなんか出てきちゃった。おいおいおい。まあ、いいでしょう。そんな感じです。まあ、今後ね、家に帰ってから大量の金を持て余してどうするかどうかっていうのは想像のしどころだし、幸せに人生を送ってほしいな。僕的には、エミル君と一緒に死神になっちゃうエンドさんでも、幸せなんですけどね。そんな感じで。いや、頑張ったなぁ。頑張って回収したわ。ほんじゃ、ここまでご覧いただき、ありがとうございました。いいゲームでした。